この形しか知らないから。いやちょっと、いやちょっと玉屋、玉屋。埼玉のために立ち上がる壮大な逆襲劇、それが埼玉の逆襲。さあ始まりました、埼玉の逆襲。やったー。どうも MC のビビロウキです。よろしくお願いします。いやもうこの番組4回目ですよ。まあもう8月ということもあってね、皆さん暑い最中だと思いますけども、もうさらにねこれを見て、もうどうせ夏ですから一緒にさらに暑くなりましょう。もうこの際。どうもたまやんです。たまやん、どうも。ビビルさんこんばんは。こんばんは。どうも。さあさあ今日のテーマなんですけど、はい、今日のテーマはねめちゃめちゃ攻めてます。どうしました。観光名所、名産品、名物グルメがない埼玉にあって、うん、なんと今日のテーマは埼玉の夏グルメをやっていくということで。それはまずいよ。もう本当6分番組になっちゃうよそれもう。ですよね。熊谷のかき氷が盛り上がっている県。ビビルさんお渡しました、はい、スイーツです。埼玉の夏スイーツなんてちょっとピンとこないけどね。ですよね。ということで、まずは埼玉の夏スイーツ VTR をどうぞ。暑い日が続いてますよね。そんな夏をひんやり潤してくれるスイーツが埼玉にあるみたい。その名も熊谷が誇る雪熊。雪熊。写真から推測するとごく普通のかき氷のようにも、うまそうだよね。てかむしろ名前も鹿児島名物の白熊に寄せちゃって。そんなことはないよね。商品なんだよね。なんでも熊谷市のオリジナルスイーツとして市内では大人気なんだそう。鹿児島にバレたらやばいんじゃない。現に熊谷市のホームページには暑さ対策の一つとして特集も。ああそれでは早速雪熊の調査開始。会長教えてください。まあ、熊谷市の一つのかき氷のブランドの名前でして、3つの定義があります。で一つはですね、熊谷の美味しい水を凍らせた氷を使うということと、もう一つはオリジナルのシロップを各お店で作ってもらう。で3番目に、雪のようにふわふわにこう柔らかくかくっていう、削るっていうことなんですね。熊谷のお店で作った氷は美味しいんですか？荒川のですね、こう流れてくる、秩父からこう流れてくる地下水を汲み上げて凍らしたっていうのがですね、一つのその氷の純氷っていう氷なんですけども、まあ、48時間72時間とかっていう風に凍らせてますんで、うん、ちゃんとこう何て言うんですか、透明度が高いんですよね。ここで気になる名前問題を。なんで雪熊って名前になったんですか？白熊。よくね白熊とかと比べられるんですけど。そうそうそう。あの人気アイスの、はい、白熊と比べられるんですけど、よく皆さん白熊って言われるけども、まあ、ちょっとそれにちょっと似てるから、別にそれにかけたわけでもないんでしょうけども、やっぱり雪のようにこのふわふわにかくっていう、そのやっぱ暑さ対策の一環もあったと思うんで、はい、それとあの 雪と熊谷をかけて雪熊。なるほど。じゃあまあ白熊に似てるのは偶然だと思うんですね。まあ、たまたま熊が熊谷の熊とそちらの白熊の草が似てるのが同じだったっていうわけじゃないかなと思うんですけど、はい、ここで美味しい雪熊が食べられるとっておきの情報を教えてくれるみたい。パブリックスイーツさんって言ってですね、要はタルトとパイですかね、やってるお店があるんですけども、そこでストロベリーフロマージュを言ってですね、要はベースはいちごですよね、ストロベリーが、うん、それに上にですねちょっとクリームがこうかかったような作られたりですね、そこは意外と濃厚系な感じなんですけども、すっきり食べられるようなかき氷ですね。あと食堂関係でですね、老舗っていうか昔からの伝統ある岩瀬さんっていうお店はミルクですね。あ、ミルクいいですね。もうすっきりしてるんですけども、結構人気のあるお店なんですね。はい。蕎麦屋さんですね、お蕎麦屋さんの木村屋さんなんかはちょっと和風のかき氷を出してまして、黒ごまきな粉ですね、味がですね。ちなみに小林会長が経営するお茶屋さんでも
自慢のお茶を使った雪くまを楽しめます。いいじゃないですか、なんか抹茶味とか今人気あるから。最後にもう一度雪くまの3つの定義をおさらいしましょう。一つはですね、熊谷の美味しい水を凍らした氷を使うということ、はい、それともう一つはオリジナルのシロップを各お店で作るということ、はい、で3つ目に雪のようにふわふわの食感のかき氷削るっていうことですね。この3つをクリアすれば埼玉の逆襲オリジナルの雪くまができちゃうじゃん。ということで材料をスタジオに用意したので、ビビルさん、オリジナルの雪くまよろしく。番組オリジナルの雪くまをね作っていただこうということで、ご用意をさせていただきました。まあ、一つ目は熊谷の美味しい水を凍らせた氷を使うということで、今回本当に熊谷の水で作った氷をご用意しております。いいじゃん。はい、埼玉水が美味しいっていうのもこれまたいいね。ですよね。それから二つ目が、まあ、かくれんぼのオリジナルのシロップを作るということで、今回ビビルさんの目の前いろいろミルクも含めてねシロップご用意させてもらってるので、ここはビビルさんちょっとお任せでオリジナルシロップをやっていただきたいと。それから三つ目が雪のように。ちょっと玉屋待って。はい。これ フレンチドレッシングじゃないよね。それではスターティン。この形しか知らないから、それ以来止まってくからさ、こんなボタン押すだけなのこれ。いい？押します。いやちょっと玉屋、はい、押します。ちょっとこれ緊張するな、ボタンだけなの。玉屋。もう一回行くよ。玉屋。なんか音は、氷の音はしてんだけどね。何これ。いきます。ボタン1個で出てくるそうですよ。あ、すごい。すごいよ。音からして終わったね。はい、ほら。はい。お、ふわふわしてます？もういわゆるもう昔の違うね、シャリシャリこうなんか降って溶けそうなやつよ。さあ、そして次がオリジナルのシロップということで、ベビルさんすいません、ね、フレッチドレッシングじゃなかったです。違ったこれ。練乳とフルーツの缶詰のシロップを足した、いわゆる雪クマというか、ね、白クマのシロップというものみたいです。オリジナルって言ったのにもう白クマのシロップ持ってきちゃう。すいません。これだい、すいません、だいぶこれフルーツだよね。はい、ビビルさんお好きなようにトッピングをしていただいて、でこれもう乗っけちゃったら、乗っけてこれかけたらもう白クマくんだよね。もうそれダメなのね。埼玉にいながらハワイじゃないですか。じゃあさすが。あ、いいですね。あ、綺麗なブルーですね。いいですね、埼玉ブルーですよ。でもやっぱちょっとフルーツ欲しくなっちゃうね、見ると。そうですね、ちょっと彩りのある感じにしていただいてね。そうするといいですよ。あ、いいですね、トロピカルな感じが。いいですよ、これも本当申し訳ない、仕上げは生かしていただきます。仕上げに、いや白熊くんってすげえうまいじゃん、あれ。美味しいですよね。はい、埼玉の逆襲オリジナルの雪熊の完成です。じゃあぜひビビルさん、ちょっと一口召し上がっていただいて感想をいただけますでしょうか。あ、雪熊の中に白熊がいる。ブルーハワイと白クマくんのソース、はい、合いますよ。あ、ほんまですか。うん、これいいんじゃないかな、本当にさっぱりしてて。実はですね、こちらを埼玉の逆襲公式雪クマとして認定したいんですが、はい、が実はね、ギネスバレに
その認定の審査って厳しいらしくてですね。何なんすかそれ。